はいどうも、こんばんは、山亮と申します。さあ、もう本当にね、真っ暗な画面になってますけどね、ごめんなさいね、今日も京都でね、また運転中なわけでございますよ。で今日は、まあですね、どこに向かっとるかというとですね、三重県のですね、津市、白塚町というところですね、に今向かっております。というのもですね、今回はですね、久しぶりにちゃんとした企画、まあ、お手軽ですけど、企画というのでね、まあ、やっぱ鉄道ものね、最近ね、全然鉄道ものやってませんでしたからね、まあ、久しぶりにちょっと鉄道ものでなんかやろうということでですね。ということで、まあ、先に、企画をね、もうボンと発表しちゃうとですね、近鉄のですね、白塚発鹿児島行き普通列車っていうのが走ってるんですね。これに乗ろうというわけなんですね。じゃあ、それでですね、なんで今このお前コンブル車運転するんやないかという、これにはね、事情がございます。今回の、乗ろうとしてるのが、三重県の津市、にあります白塚町というところにある、近鉄名古屋線の白塚駅を始発にしてですね、そのまま、三重県の、鹿児島ですね、島線、近鉄島線の最終駅ですね、鹿児島っていうところまでですね、なんと、直通で走っとる、普通列車があるんですね。これがですね、結構な、距離です。近鉄の普通列車では相当長い方の部類なんですよね。多分、まあ、長さだけ言ったら、伊勢中川の方に来てるね。名古屋から伊勢中川に来てるやつとか、他にも、長いのがあるにはあるんですけど、まあ、何せ近鉄は路線網が広いですからね。とはいえですね、実は結構他の、ね、長距離列車ね、に比べて、これはですね、意外と動画が捉えてないですね。なんでかなというとですね、実はこの電車乗るのにはですね、非常にネックが大きいんですよ。まず、列車がですね、1日1本しか出てないんですね、これ。白塚から、鹿児島まで。白塚から乗ろうと思うとですね、1日1本しかない。さあ、で、しかもですね、この列車が出るのは始発なんですね。白塚駅の。何時かというと、平日は5時2分。5時3分でしたっけ？ 2 分ですね。で、これがね、休日だと5時7分になるんですけど、あれ5時8分やったかな、ちょっとすいません。ちゃんと覚えてないんでいけませんけど。まあ、どちらにしろ朝の5時ですよ。まあ、べらんぼうに早いわけです。それだけでもまず大変です。で、さらにですね、実はこれもう一つネックがあって、白塚駅というところにはですね、まあね、なんでしょう、言葉を選ぶとですね、まあ、そんな、要は、四日市駅とか津駅とかみたいにですね、でかい駅じゃないんですよね。まあ、ね、急行列車もね、通過するっていうぐらいの駅で、規模としても小さい。何が言いたいかというとですね、周囲にですね、そんなね、泊まれるというかですね、いわゆる、ネットカフェとかそういったような商業施設とか全然ないんですよね。うん、一応ね、夜中の1時まで空いてる、スーパー銭湯、ね、はあるんですけどね、まあ、そこよく使いますけどね、名前忘れた、あそこは、極楽湯ね。そう。が、ね、普通の極楽湯がありますけど、あそこからね、船台のね、方でしたらね、津の極楽湯ね、ビバホームがあってね、マックスバリューがあって、ビバホームがあって、極楽湯とかで、あの辺りなんですよね、駅が。まあ、あの辺りが白塚で住んで。これね、本気でですね、足を止める場所がないんですよね。まあ、マックスバリューはあそこ24時間やってましたっけね。とかしかないんで、これね、本当に、ただ、ね、それこそ、ね、私らみたいに遠方の者がですね、白塚駅に行ってですね、それこそ、始発に乗ろうと思ったら、前の日に、やっぱ前乗りしてないと無理なわけですよ。ね。で、前乗りしようと思っても、その白塚駅の、例えば終電で行ったとしたところでですよ、
ね、シャツ駅終電で降りました。さて、そんな時にね、ビバホーム何も閉まってます。まあ、夜中の1時まではとりあえずね、温泉で粘ると、しましょう。ね、そこから、やるとしたら、スーパーマーケットで5時まで潰すわけですけどね、どうですか、夜中ほとんどねお客さんのいない夜中の深夜のスーパーで4時間も徘徊してるお客さんいたら不審じゃないですか。またスーパー元スーパーの店員で、まあ、24時間営業の店には行ったことないですけどね、そんなねうろうろしてるね、見知らぬねお産がおったらですね即警察ですよね、もう迷惑行為他になりませんね。じゃあことでどうしようかなと思ったらですね、もう方法としてはですね、これしかないかなというので、計画を申し上げますと、今ですねやっぱり夜中の、12時半、もう1時前か、結構時間経ってますね。1時前なんですけどね、何をしようかというとですね、まあ1時前です。で、とりあえずですね、これ、白子ってとこまで行きます。近鉄で、まあね、近鉄の遠征の方でしたらね、三重県の方でしたら、まあ、白子って言ったらすぐピンとくると思いますけど、あと、そうか、モータースポーツ好きな人もね、電車でね、移動して鈴鹿サーキットに行くよっていう時には、まあ、鈴鹿サーキット井野駅を使う方もいるでしょうけど、結構ね、この白子駅、近鉄でね、近鉄特急に乗って白子駅で降りて、白子駅からシャトルバスとかでね、鈴鹿サーキットに移動するよってやってね、いうこともあると思います。あの白子駅ですね。そうするとですね、白子は鈴鹿市なんですけど、鈴鹿市でも、なかなか、栄えてる。鈴鹿市ってちょっとね、繁華街がね、ばらけてるんでね、ちょっと独特なんですけど、神戸エリアと平田エリアとね、神戸平田で白子っていう風にですね、三軒分立してるような感じなんですね。違う、どこが一番でかいっていうわけでもないんですけどね、白子も結構商業施設とかが多いんです。で、まあそこに行くと、ですんで、満喫とかもあるわけですよ。ってことでね、まずはその満喫に泊まって、そういったら快活クラブがあるんで、そこでとりあえず、始発の時間まで時間を潰して、そこから車で移動してね、コインパーキングをなんとか探して、なんか一応あるらしいんで、コインパーキングが、近くにね。で、コインパーキングに車を止めて、まあ、そこから、撮影をしようと、いうことなんですね。心配かというとですね、やっぱしね、おトイレなんですよね。前回紀勢本線のね、動画で亀山発新宮行きのね、普通列車に乗ってみたっていうのでやってた時にも、お話をしておりましたが、まあ私本当にトイレが近いですよ。ですんでね、実は、前回はね、トイレがあったんでね、一安心だったんですけど、おそらくね、今回の普通列車はね、トイレないはずなんですよ。予想ですけどね、基本的に近鉄は普通列車が3両編成なんですよね。この辺り、名古屋線とか、三重県の辺り走ってる列車っていうのは。で基本的に、普通列車は3台3両編成で、急行と準急が最大6両編成。まあ、準急はほとんど3両で走ってますけど、朝のピークの時とか6両とか4両とかでね、走ったりする列車ありますよね。で、で、特急は最大8両編成か、この辺りは。っていうのが大体近鉄のね、電車の本数でね。で、この普通電車の3両編成、もしくは2両編成、1両編成ってのはないですね、近鉄は。ですね、2両か3両編成なんですけど、この編成に当てられる列車って基本的にトイレがついてないんですよね。そんな長距離の移動を想定してないんで、急行電車にはトイレがついてくるケースがほとんどです。ほぼ全部じゃないかな。基本的にはトイレが。特急列車みたいに、数がね、そのサービスよくついてるわけではないんですけど、1箇所か2箇所、は、あるような構造になってますね。ですので、
で、やはりね、ノンストップで、まあ、2時間、飛び取ったら、5時に出て、7時に行くんですかね。7時、ちょうどジャスト7時ぐらいということはね、ちょうど2時間ぐらいなんで、もうすぐな。まあ、前回ね、まあ、水の運用とか控えればね、大丈夫なんでしょうけど、うん、まあ、ちょっとそのあたりも気をつけながらね、やっていきたいなと思いますよ。さあ、ということでね、おはようございます。おはようございますっていうのは早いけどね、ちょっと早めに出ましたよ。4時20、今ね、今の時間が朝の4時26分。眠い。さすがに眠いね。まあ多分今からやと早いと思います。20分くらい作って予定なんですけどね、もうね、ちょっと目も覚めましたしね。4時過ぎに目覚めたんでね、一回ちょっとマッサージルームにちょっと移動して、マッサージでガーン立ててね、とりあえず体ほぐしてきましたけどね。いやー、朝って感じじゃねえもんな。まだ全然暗いもんな、夏場やのに。まあ、そりゃそうです。4時27分ですからね。さあ、とりあえず、向かってきましょうか。ね。もしかしたらね、朝一から、コインパーキング取り合いになるかもしれませんからね。ね、地図で見とったらね、8台分ぐらいしかないんですよね。うん。ね、いやー、ね、さあ、まあ、時間もね、短いですしね、とっとと寝てね、とっとと、ね、朝にそれようと思ったらですね、なんとですね、店の中にですね、油ゼミが迷い込んできてですね、じい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 ね、大合唱するわけなんです。いやー、あれはびっくりしましたね。様子を見に行ったら、ね、その、ね、セミの鳴き声する様子、ところをね、ちょっとね、ブーってね、見に行ったら、店員さんが虫網を持って、虫取り網を持って、なんか、奮闘してました。いや、ね、夏の風物詩ですけどね、いや、まあ、ある意味面白かったですけどね。すいません、ご迷惑をおかけしておりますって、虫取り頑張ってくださいと、セミ取り頑張ってくださいとしか言えなかったですね。なかなかシュールな光景でした。漫画喫茶の中を店員さんが虫取り網を持ってね、こうね、わたわたやってるっていうのはね、てか虫取り網がね、常時したったことにびっくりですけどね、よっぽどそういうことがあったんですかね、今まで過去にも。まあまあ、ほどなくして、セミも捕まり、最後に捕まったらやってジーって暴れる音がしてね、そのままその暴れる音が遠くなって、あ、店の外に出てったんやなと。いふ、感じでした。まあ、なんか、最先のね、いい出足じゃないんですか。ね、どうなんでしょう。まあ、とりあえずさて、着きましたね。三重県津市に入りました。三重県津市の、ここはですね、三重県津市の白塚町、白塚駅、近鉄白塚駅ですね。暗くて商店が合わねえや。いやー、でここから始発で出るんですけど、この電車が来とるけど、あれは名古屋来てなっとるで、名古屋方面ですね、じゃなくて、今日は土曜ダイヤやから、こっちで、今来とるのは多分、こっちですね。名古屋駅の普通電車やから、これもよく長いですけどね、これですね。5時7分のところ、県鉄になってます。これが賢島行きってことでね。あと、とりあえずチャージ行っておきましょう。さあ、チャージも終わったんで、入っておきましょうね。
名古屋駅の方はお客さん結構ちょいちょい乗ってるみたいですね。でこっちが、これですね、通大阪京都鳥羽賢島方面でやってますからね、こっちですね。賢島行きはそれはこっちからでしょう。まああの変速でね、であのこっちの方から名古屋方面とか出る電車もあるみたいですけどね。というのもそのどうしてこんなね始発電車があるかっていうと、まあこれすいませんちゃんと調べてないんでわからないですけど、まあこんな感じでですね、奥に白川は車庫があるんですよね。ここにも、ね、ずらりといっぱい列車がありますけど、もう一回この列車がこっちの方に入線してくるんかな。賢島駅が本当に入ってくるんでしょうかね。まあ入ってくるんでしょうけどね。今日はですねもう一つ大事な仕事があるんですよ。これ新鉄駅のこれ、ね、新鉄電車のそこに、あ、言うとったら来ましたね。あ、そっちの方が出てる。あ、賢島駅ってなってる。お、わあ、見えるかな。賢島駅ってなってますね。お、ほうほうほう。通学信号賢島駅ですね。すんなりとこっちのラインに入ってこないですね。これは一度多分向こうから本線に入れるのかな。ほう、向こうの方に来ましたね。あ、本当だ、行かせてもらって。で本線に入れてそこからスイッチバックしてくるのかな。ポイントとか、ああでも暗いんでポイントとかは多分見えなさそうですけどね。へえ、こうやって引っ込みたいな方から入ってくるんですね。うわ、もう面白いな。で向こうが準備してる間に、あ、でも多分そのうち、ね、今交尾灯になっておるのが多分これ全焼灯に変わるんでしょうね。あ、これは一つ見物ですよ。ちなみに名古屋駅の方はちょんとんと言いますし、今運転手さんかな、うん、ちょうど名古屋駅の列車の方に乗り込まれましたけど、車掌さんか、ワンマン運転じゃないのかこれ。あ、そうか、名古屋行きやで。お、こうと、お、こっちに来るのか、こっちに来てくる。へえ、おお、入ってきた。おー、本当に賢島駅やな。おはようございます。おー、あ、へー、あ、
て近鉄ってなってる画面になってましたけど、難しい始発ですね。それで本当はねずっと取っとるやつだったんですけど、ちょっとねあの駅員さんが運賃箱のあの取り扱いをやってましたんで、現金に対してなんかやってましたんでね、さすがにちょっと、セキュリティ上映するのもねあるかなと思って、まあさすが朝一ですね。ちなみに金、ご丁寧に、近鉄名古屋から高田本山までの料金出してますけど、この時間に近鉄名古屋から四日市で無理ですね、乗ってくることは無理な気もしますけど、まあそれはねデフォですからね面白いですね、その料金表も面白いですね。コロナとかがあるのは分かりますけど、わざわざ柳三日市中高の大バネが出てくるんですね。なんで平田町とか、奥のね米山温泉とか出てないのかって思うんですけど、あれか、三日市は私詳しく知りませんけど、柳中小物の大バネはあれか、無人駅であの駅の切符とかがないところか、それですね。次は現金、それじゃこれの使う可能性があるところってことなんですよね。まあまあ金属用価値とかはあるような気もしますけど、まあ分かりませんこの金属はですね、ずらーっと確定ですからね。
閉まります。ご注意ください。
扉が閉まります。ご注意ください。
ご注意ください。ということで、なんとか、まあ当たり前ですけど、無事賢島に着きましたよ。いやー、7時の朝、長焼きと気が止まってますけどね。へぇー、ちょっと、あ、よし、として、1200円か。じゃあ、行き着いたぞと。